こんにちは。新型コロナウイルスがね、まあ本当にたくさんの陽性者を出してますけども、まあ、PCR 検査がどうなのかとかね、まあ、いろんなこともあるんですけども、まあ、これほどまでにね、感染者がドーンとね、著しく増えたのには、まあ、本当にシンプルな原因があると思っています。例えばね、皆さん PCR 検査を積極的に受けたりはしてないですよね。例えば、毎日会社に出社している方とか、とてもじゃないけど受ける気にならないと思うんですよ。でもいつの間にか感染していて、まあ受けてないんで陽性ということが分からずに多くの方に広めてしまって、何かのきっかけでじゃあちょっと調べるよって時に、まあ10人15人というふうな陽性者が見つかれば、それをクラスターと呼ばれるんですよね。じゃあどうすればいいかってことなんですけども、まあ、理想的には毎日のようにとまでいかなくても、まあ、できる検査を受けてね、あ、しまった、自分感染したかなと思ったらその日からもう出勤しないっていうことだと思うんですよ。でも現実そういうの難しいですよね。で、自分が陽性者として見つかると、なんかね、肩身の狭い思いをしたりとか、次に誰かが陽性者見つかると、お前から移ったんじゃないのみたいな感じで村八分になったりするのが怖くって、お互いに警戒はするけども、決定的なその検査という方法にはね、いかないっていうのが本当のところじゃないかなと思うんですよ。結局そういうふうな、まあ、ある意味ね、ずるい思考をお互いに持っているがゆえに、まあ、いつの間にか感染が広がってクラスターと呼ばれるような、ね、状態になっていると。これがだから潜在的クラスターと呼ばれるやつですよね。だって日々出勤していながら、自分が感染しているかどうかわからないし、持ち帰ったかどうかわからないですよね。本来でしたらこまめに、それこそアルコール除菌をするようなペースで受けると、まあ最小限の感染拡大で抑えられるんじゃないかなと思いますけども、現実する人がいないっていうのが、まあ、痛いところかなと思うんですよ。まあ、これ共通で考えてることじゃないですかね。マスクをしたらなんとなくお互いに大丈夫みたいな気にはなるし、やってる感はありますけども、まあ、ほとんど効果がないでしょうね。中にはマスクを使い回してる方もいらっしゃったりとかね。まあだから一度一度マスク使って外すたんびに捨てるとか、2時間ごとに捨てるとか、そういったことができればいいんですけども、多分何らかの理由で、経済的理由かなんかでやらずに、さらに経済にダメージを与えてるっていう、この悪循環があるのかなと思うんですよね。まあぶっちゃけ、その本当にですね、この新型コロナウイルスがそこまで恐れるべきものなのかという気もしますけども、まあ今年間でね、3000人ぐらいの方がお亡くなりになっているというふうに聞きますけども、じゃあこれはそれほどまでにひどい疾患なのかなと、多くの方がのたうち苦しんでるのかなと思うと、まあ、なんかそうとも思えないなというところが正直なところで、でも片っぽではね、医療従事者の方がすごく大変な思いをされてるってことも無視できないと。でそもそも入院する必要のないレベルの人が入院してるってところにも、これを医療逼迫の原因があるのかなと思わないでもないところもあるし、あとはそうは言っても、一般外来がなくなっちゃって疲弊しているクリニックもあるのかなと思うと、根本にあるのはね、政府発表が信用できないってところなんじゃないかなと思うんですよ。国が言ったから言う通りにしようとか、国が言ってるから多分そうなんだろうと思うんじゃなくて、今の政権っていうのは何を言っても嘘っぽいんですよね、だいぶ前から。で、安倍総理があんな感じじゃないですか。嘘を嘘で塗り固めて、しかも白を切り通す、まあ国会の答弁も全く会話にならないですよね。野党の追及は具体的かつ巧妙になっているんですけども、あれほどまでにね、見苦しく言い逃れして、しかもそれで通っちゃうというね、一体どんな人なんだと思っちゃいますけども、でもこれが全てを表してるのかなと。そういうふうな安倍政権を許してきた後だからこそ、菅総理もそうですし、周りの閣僚がまあチャランポランなことやっても、国民としてね、なんかこの抑えきることができないというか、批判しすぎることがないというか、でもすでに政権に対しての信用を私たちは失っているんだろうなと思うんですよね。かといって消費税がなくなりますよってはっきりと明言してくださるような党に応援する気にもならないという、この不思議な感覚ですよね。
私たちは経済によって苦しめられてるのに、経済的に楽にしますよって方に対しても笑顔を向けてないっていう現状もあったりね。私は個人的に令和新選組とか好きですけどね、政策も好きですけどね。まあけどね、なんだか一体全体どうなっちゃうんでしょうかというのがね、今年の感想ですね。まあそんな夜中の愚痴でございました。いってらっしゃい。